どうも、こんばんは、イノベです。今回は、東京グールリ、インボーク、激闘、暴走する反各社の A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。新東京グールヒロインズですね。この東京グールヒロインズ、まあ、今まで何回かやってきたんですけども、今回結構ね、登場させてないキャラクターたち、いると思います。特にこのプレミアムの高槻戦とかお気に入りなんですけど、動画では一回も使ってなかったですね。で、トーカちゃん、はい、この前当てたやつですね。で、ひなみですよ、ひなみ。熟練度がね、なかなか上げられなくて、ね、とりあえず 60% までは上げてるんですけど。で、ですね、クロナですね、この前当てました。なんか熟練度 34% とかいうめちゃくちゃ微妙な数字なんですが、そこはちょっと気にしないでいただきたい。で、松前ですね。松前今回特攻かかってます。こいつも攻守ともに、補完できるかなり優秀なキャラクターですね。まあフェスムツキはもう今までずっと動画で使ってきたし、もうこいつのねイラストめちゃめちゃ素晴らしい。ちょっと見てみようか。こいつのね、あーしくったイラストがねめちゃめちゃね素晴らしいんですわ。ちょっとしくったね。これどうよ、もうほんとインボケで一番かっこいいんじゃないかっていうこのイラスト、マジでかっこいい、この美脚よ、美脚。はい、ということで、やっていきましょう。まあ俺がムツキのキャラが好きっていうのもあるんだけどね。さあ、ひなみの家具ね、まがまがしいな。熟練度 100% で使ってあげたかった。インボケ終わるんじゃねえ。インボケ、俺が全キャラ熟練で 100% をするまでよ、ちょっと終わらないでくんねえか。これブレイクできそう？いや、めっちゃ可愛いじゃん、高槻戦。やばい、ブレイクできない。スキルと。お前らの腹の中にな。いや、誰も倒れないでお願い。 OKOK、 防御力が上がって敵の防御力下げてんだな今は。ちょっと回復系のキャラがいないね。ムツキを早く覚醒させてあげたいから、ムツキにスキルを回すみたいな感じでいくか。おお、ブレイクしたね。全然見てなかった。普段ここはもうなんかもうねえ、速攻で突破するとこだから。スキル打っちゃおう。熟練度ゼロだけど。かわいい。やっぱあれだね、うかく打つとき、嫌ってするんだね。んで、ムツキを解放させて、ひなみ出して、これ、たまるかな？めっちゃかっこいいスキル。スキルめちゃめちゃかっこいいね。一番イカれてやがるね君。まだまだ家族サービスせないかんのよ。ちょっと予想外にひなみのスキルがかっこよすぎた件について、これはムツキでブレイクできるね。じゃあとりあえず使っちまって、ムツキのスキルを打っていく。ああ、ブレイクバースト要因が欲しかったな。おら。よしよし、ドッパー。いいぞ、東京グルヒロインズ。んで、ここもムツキに行ってもらうか。あいつ火属性だよね。ムツキの覚醒3ターンだっけな。ラビット。はい、んでここもムツキでブレイクしてもらって、まあこいつね、あのインボケ史上最強と名高いこいつ、まあ、こいつがいればどうにかなるみたいとか、なんかねスキル1がねほんとこいつ強いんだよね。みんなスキル1を使う人少ないかもしれないけど、こいつマジでスキル1が優秀で回避を付与するんだけど、覚醒しなくても強いっていう。じゃあ、また火だね。ということは、ムツキが光る。っていうか、ひなみも光る。じゃあ、とりあえず、トーカを攻撃させて、
高槻千も打ちたいね。でまずひなみを打ちます。もう一人で戦わせない。いいね、このおお、この対面いいね。もう一人で戦わせない。いやー、ムツキなかなかスキルがたまらん。で高槻千出して、で高槻千打とう。打って相手の防御力を下げて、こっちの防御力を上げていく。お前らの腹の中にな。んーで、ムツキを打っていくか。あ、やべえ。あー、こいつなんかスキルたまりにくいと思ったらカグネが引っ込んでる。そういうことか、そういうことね。なるほど、松前出して、お下がりください。これスキルたまるかな。たまってくれ、頼む。いやー、まあ、一応防御力上げてるとはいえど、いやー、あー倒れちゃった。まだまだまだ、まあ、武器耐久値じゃない、あの防御力上がってるから大丈夫。とりあえずこのターンちょっとブレイクしたいね。ムツキが倒れられると困るんだな。防御力上がってるとはいえ、松前で後ろに下げるのもあり。とりあえず誰もブレイクバーストは持ってなかったよね。オッケー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 。持ってない。うん、トーカはか、あのあれだね、ごとつさせないとブレイクバーストが出てこないから、1,2,3,4,5 OKOKOK で、とりあえずムツキ打って、ほら、あー1個目のスキル打っとってもよかったかもしれんな。正味これあれだね、ちょっと松前を1回前に出そうか。ちょっとムツキが倒れられるのはね、さすがにちょっとあれだわ、苦しい。ひなみを打って、でムツキを打って時間を稼ぎます。ほら、あーバフがかかってない状態だとなかなか厳しい。で松前を前出して、で松前のスキルで防御力上がるけど、熟練度 20% だからな。どれぐらい上がるんだろう。あ、 1.5 倍か。 OK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  1.5 倍なら全然 OK。 高槻千のスキルは 1.25 倍だったかな。いやー、ひなみ熟練度 100% にしておけばよかったな。めちゃめちゃかっこよかったわ。これね、振り分けたんですよね、促進剤を。最後一人に 100% しようとしたんですけど、まあ、全員ちょっとずつ上げようかなと思って30個ずつとか振り分けてたらこんな感じになりましたね。じゃあこのターンで決着つくか。厳しいかな。ひなみにスキルたまんなさそうだから、松前に回して、オッケー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 。でひなみを使い切って松前でブレイクしていく。武器耐久値マイナス5だよね。貫け。オッケーオッケーオッケー。まあ多分ひなみまひってるのがでかいんだよな。じゃあここはとりあえずムツキを前に出して、でこんな感じで、でまたムツキにスキルを回すように立ち回ればいけるんじゃないか。オッケーオッケー、追い詰めてるよ。あ、やべ、しくった。あー、たまれたまれたまれ。うわー、今のな、一回コンボのしくじりがなければいけてたと思うんだけど、多分これトーカ倒れるね。あー、トーカちゃん倒れた。クロナが出てくる。ちょっとこのターンで蹴りつけたい感はあるけど、ムツキがまひってんのか。まひってるならこれは覚醒すべきではないのかもしれない。1個目のスキルで仲間に
回避率をつけて 30% ね。 OK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 。 でここはひなミニスキルを回していくか。ひなみ最後決めてくれ、頼む。これで決めろ、いけ。うわー決まんなか。うわ待って、松前と交換すればよかったって今更なんだけど。みんな耐えてくれ、頼む。あー、むつきがいっちまった。ひなみもいっちまった。クロナ、ここはちょっとクロナが頼りだな。いや松前のスキルで飛ぶか。オッケー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 、これクロナのスキルで飛ばしそうだな。いけ、遊ぼうか。オッケーオッケーオッケー、みんなスキル1回ずつ打てたね、一通り。クロナも初めて使った。 3D モデル見るの初めてかもしれん。まあこの前当てたばっかだしな。いやいや、使えてないキャラが使えてよかったよかった。というわけで、東京グールヒロインズでした。まあ、ハイルとかも入れればよかったのかもしれないけども、ハイルは結構動画で使い切った感あったんで、今回は、使えてないキャラ使えてよかったですね。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。